サー・パトリック・ヒューズ・スチュワートは、イギリスの俳優、ヨークシャー州出身。父親は、イギリス陸軍所属の士官。兄が二人いる。イギリスの名門シェイクスピア劇団ロイヤル、シェイクスピアカンパニーにて、主演俳優を務めた。1984年に、渡辺博行主演の映画、ウィンディーに出演。1987年にテレビドラマ、シンスタートレックの、 ジャンリュック・ピカード館長役に起用される。以後、同番組の大ヒットとともに、ピカード館長を演じたパトリック・スチュワートとして、広く知られるようになる。2000年には、映画、X メンにて、プロフェッサー X を演じ、同シリーズにおいても欠かすことのできない俳優となったが、2017年公開の、同シリーズ映画、ローガン、ローガンをもって、以降は、X。 メインシリーズに出演しないことを発表した。ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー出身俳優だけあって、もともと格調高いキングス・イングリッシュの話し手だが、米国での生活も長い。2010年6月、ナイトに助任された。1979年のアントニーとクレオパトラでローレンス・オリビー賞。1995年のプロコフィエフ、ピーターとオオカミでグラミー賞を受賞。 声優としても活動し、チキンリトル、ジミー・ニュートロン僕は天才発明家、など様々な映画、アニメ・ゲーム作品に出演した。米国版、風の谷のナウシカではユッパの声を担当している。2018年8月には自身が新しいスター・トレックのシリーズで映画のネメッシス以来17年ぶりにジャン・リュック・ピカードを演じると発表した。私生活では、 1966年にシーラ・ハルコナーと結婚。シンスタートレックに起用された後は、家族のいるイギリスとアメリカを往復していたが、1990年に離婚。2000年にシンスタートレックのプロデューサーの一人、ウェンディ・ノイスと再婚。だが2003年に離婚した。2013年にイアン・マッケラン立ち会いで歌手のサニー・オゼルと再婚した。 長年ロサンゼルスに住んでいたが2004年にイングランドに帰国。同年11月からイングランド北部のハダースフィールド大学で学長を務めている。2008年には同大学の演劇科の教授に招かれた。2007年にはオックスフォード大学の客員教授として招かれてもいる。ありがとうございます。